はい、すいません、5月4日12時も今日は18分になっちゃいましたね。ちょっと YouTube 側の接続状況が悪くて、ちょっと映像も荒いかもしれないですが、今日もコージグロビやっていきましょう。ライブ配信前に相変わらず貝殻探したんですが、レア貝殻はなかなか見つかりません。もしレア貝殻を見つけた人はね、コレクションしたり売ったりせずにちゃんとしっかり保管しておきましょう。保管しておくことをお勧めします。この貝殻もういらないんで売っちゃいましょう。じゃあ今日もキッドさんの店を探してみましょうね。スピリットウッドは毎回変えた。今日あれですね、この難儀があるな。昨日なかったけど買っときましょうか。一応コーヒー豆、カカオ豆か、ややこしい。ここら辺はまあいらないとして、鳥もデーモン鳥か。デーモン鳥持ってたかな。まあ鳥そんないらないけどな。あ、木製のバスタブ、バスタブいいですね。いやでも温泉あるんだよな、すでに。普通のノンカランプ、ノンカランプ買っときましょう。ランプ系はね、もうクォーツで買えたらマストですね。レンガの壁、レンガの壁も 5クォーツだったら安いですね。なんか蝶々から買うときもっとめっちゃ高かった気がするんで。ソリ、ご飯宝石、冬になって雪が積もったら欲しいですね。古代の食材、古代の食材は、これデコレーションですね。ランプじゃないな。ランプじゃなかったら別にいらないでしょう。花系はちょっと今のところは保留で、ベリーの茂みか。鳥、以上ですね。洋服もチェックします。あ、栄光の冠、4000古いコインも使うの、これめっちゃ高。ちょっと待ってね、ロンパース、あ、ロンパースいいな。ロンパースいいですね。あの昔のなんかこう貴族が馬に乗る前の格好というか、なんかこう普段着みたいな感じですね。これいいな。あの騎士の兜に似合ってる気がするんですよね。これ買おう。ファンシーなモノクル、ファンシーなモノクルちょっと買っとこう。着ないけど一応持っときましょう。セーターベスト、いらん。ボタンシャツ、野球ジャージ、野球ジャージ、医療用マスク、水玉のスカーフ、栄光の冠。これ買うか買うまいかどうしようかな。でも今買わなかったらもうこれ絶対手に入れない気がするんで買っときましょう。4000古いコインも出して、まあ騎士、このヒゲの方が合ってますね。手入れされてないヒゲ。王冠ね、いいですね。まあ騎士の方が好きだけど。じゃあフレイミーに薪をくべて、あと11個ですね。今日4本か。じゃあ一人一人どんどんやっていきましょう。そうだ、オクタビアンはあれだった、シュノーケル持ってこいって言われてたやつだ。シュノーケル系は、シュノーケルはもう当分無理な気がする。貝殻次第ですね。腹が減って死にそうじゃあ提督の大皿を持ってこい。海鮮料理の週替わりメニューじゃよ。あ、珍、うわー、ちょっと、もう最悪や。マジで最悪。珍しい貝殻さ、さっき売っちゃったのよ。ほんと最悪だわ。
さっき売っちゃったよ。で、魚は3匹か。そこの3匹釣っちゃいましょう。貝殻は、珍しい貝殻、すっと見つかればいいけどな。さっき拾ったばっかりだから出てこないか、さすがに。あ、増えない。ちょっと待って。普通の魚、あ、レアの魚釣っちゃった。めんどくさいんだよね、これ。なんか別にもう何でもいいじゃん。レアリティそんな重要視してこなくてもいいじゃんって思うんですけど、魚とかはでも結構バンバン釣れるんで、バンバン釣れるのとすぐ出てくるからいいんですけどね。貝殻はこう数時間経たないと確か出てこないはずなんだ。それだからこそレアの貝殻を集めるのは結構大変ですね。いやいや、レシピ、農家椅子のレシピ。あ、枝5個で作れますね。ただ今枝も集めてるんで変にクラフトすることもできないですね。特に枝とかもうめちゃめちゃ大量に欲しいんで、枝とかめちゃくちゃ大量に欲しいんだけど、その大量にもなかなか手に入らないのがちょっとこのゲームの難しいところというか、まあガンガン進めるようにそのゲーム自体ができてないですからね。いや、池カツを全部、珍しい魚をまとめて釣れちゃったわ。普通の魚、普通の魚来てくれ。だあ、2匹も逃げちゃった。まあいいや、そこら辺はちょっと地道にやっていきましょう。最後の方に、ライブ配信の最後の方にもしかしたら貝殻がね、復活してるかもしれないんで。今先に蝶々の方のクエストをか、解決しようということで蝶々のところに来ています。ゴミくず拾ってこいよと。10個ですね。ゴミくず10個探してこいと。結構大変なクエストですね。不意につながれた頭蓋骨のそば。10個分ヒント聞くと1000コインなくなっちゃいますからね。さすがにそれは痛いな。頭蓋骨もね、本当にいっぱい何度も言うんですけども、何個もありすぎて、正直言って困りますね。あ、貝殻。普通の貝殻でしたね。珍しい貝殻だよ。探しているのは。あ、ゴミ。ゴミ一つ発見。あ、貝殻。お、珍しい貝殻来ましたね。じゃあ珍しい貝殻を手に入れたんで、あと普通の魚だけだな。釣れる時に普通の魚も釣っちゃいましょう。しっかり前に落とさないといけないからちょっと絶妙に難しい。あ、やっちゃったな。まあ無理してでかい魚釣らなくてもいいか。普通の魚がいたらちょっと普通の魚を探しましょう。
通の魚だぞ。こっちだ、こっちこっち。でっかい魚反応しないんで。これぐらいのね、普通の魚、普通のサイズの魚は全然反応するんですよね。イケカツオ、違うんだ。お、あと一匹ですね、普通の魚。なんか下手にでっかい魚を釣るよりこういう普通の魚を釣ってた方が効率は良さそうですよね、本当にね。イケカツオばっかだな今日。なんでこんなイケカツオ釣れるんだろう。いやもうそこまで近くにあったら反応してくれてもよくない？よし、来い来い来い。すごい助走。来い来い来い。普通の魚でいいからね。よし、揃いましたね。よし、揃った。頭蓋骨を探してるんだよ、こっちは。頭蓋骨どこだったっけかな。あ、これですね。これだ、これだ。ありましたね。違うな、3つの頭蓋骨のそばか。違かったな。ちなみにさっきのキットさんのライ、途切れちゃったかもしれないですけど、洋服を買いまして、これですね、王冠。王冠はね、4000古いコインもしちゃいました。鳥とか買えてたのに無視して4000古いコインもこの王冠につぎ込んじゃいましたよ。この買い物系はね、いつか、洋服系はいつ出てくるかもわかんないんで、やっぱり買えるときに買っとくしかないですね。何日も待って、あと1ヶ月待って出てくるかどうかもわかんないんで、できれば買えるうちに買っちゃいたいですね。3つの頭蓋骨の後ろか。ここの後ろにないな。3つの頭蓋骨ってもう1個あったっけ。これ2つだもんな。ここにもゴミがある。なんかどんどんゴミが見つかるぞ。一番最初のやつは全然見つからないけど、全く関係ないのがどんどん見つかるな。ヒント聞いちゃいましょう。ヒントヒント。あ、こっちか。これ、あ、こんなところにもあったんだ。これは気づかなかった。ビーチにある家の近く、ビーチにある家の近くですね。ビーチにある家って言ったらこれしかないよね。ビーチにある家の砂の山。砂の山か。砂の山。ん？何に引っかかってんだ？砂の山、ないぞ。どれだろう？あ、これか。わかりづらい。はい、次ですね。ビーチパラソルの横を見て。ビーチパラソル。
ビーチパラソルも近くにありそうだけど、ビーチパラソルの横、ビーチパラソルこれですよね。草の山、ビーチパラソル、ビーチパラソルこれだよね。ビーチパラソルか。ビーチパラソルってもう一個あったっけ。ビーチパラソル、あ、ここにもある、これだ。見た場所、蜂の巣のある木の横。あ、ダメだ、これはちょっと探すのめんどくさいぞ。はいはい、持ってきましたよ。何をくれ、あ、お金でした。すごいくれる、お金だけか。お金よりにやっぱアイテムくれる方が嬉しいですね。一日に一個でもいいから、なんか目新しいものを欲しいですね。じゃあ一個解決したんで、一個も確認聞いちゃいましょう。ハラウルドの時計を見ていた。あ、これは、これはね、飽きたね。あ、違う、時計を集めるパターンか。なんだなんだなんだ、違った。しかも5個集めなきゃいけない。枯れ木ね、枯れ木の近くって言われるとなんだかわかんないな。しまった、マジでしまった。クエストを受けるんじゃなかった。やっぱり一つ一つ解決していかなきゃダメだな。蜂の巣がどれかわかんないな。枯れ木もなんかも大量にありすぎて、どれがどれかわかんないぞ。枯れ木、ん？あ、ゴミ。これかな？美味しいデザートの近く。こういうのは分かりやすいですね。デザートの近く。どれだろう？デザートの近く。デザートの近くか。デザートの近く、ここら辺にないとちょっとね、さすがにちょっとね。でも今日の、あ、ちょっと待って、今日はデザートがないぞ。あったあったあった、屋外劇場のそばって、屋外劇場ってどこでしたっけ。屋外劇場ってマジでどこだろう。劇場？劇場？町長のとこですかね。劇場って聞いたことないな。明らかにここじゃないな。劇場ってどこだ？全く想像がつかない。やばい、今日そっちか。コインの消費が激しいですね今日。やばいな。劇場、どれ劇場？違う、これ枯れ木の
枯れ木の方のヒントの話してる。なんかヒントもどれのヒントくれるかやっぱ分かんないんだな。ランダムなのかな。ぜひやめてほしいですね。ビーチパラソルの横。ビーチパラソルでももう一個あったな。分かった分かった、俺が悪かった。ビーチパラソルもまた今回は向こうか。なあ、もうこの近くにありますでしょうか。ビーチパラソルの近くに時計、あったあったあった。コーヒースタンドの横。ちょっと先にこのクエストを終わらしちゃった方がいいかも。5個で終わるし。でもゴミ箱あと1個なんだよな。屋外劇場が本当どれか分かんないんだ。屋外劇場ってマジでどこ。あったあったあった、これだ。壊れた兜の近くで絶対見たよ。壊れた兜って何すか。壊れた兜って何マジで。ここら辺じゃないか。壊れた兜、わからんものが多いな今日は。ほらほら、どけどけ。ヒントもらっちゃいましょう。どれのヒントなのかわかんないんだけど。こっちか、こっちか、こっちか。あ、時計。壊れた兜ってマジでどれ。壊れた兜って本当どれ、どれのこと言ってんだろう。どれのことかわかんないヒントやめてくれ。どれだろう壊れた兜って。これ明らかに人形の像だもんね。これ、まあいいや。壊れた兜は、皆さん、壊れた兜はビーチのところですね。ちょっとごめんなさい、壊れた兜が本当にどれか、モニュメントが認識できませんでした。郵便配達のスクーターの近く。よし、これはいいでしょう、見つかる。おっしゃよっしゃ。じゃあ先にこのクエスト完了させちゃって、うん、また破壊する。あ、ちょっとめちゃくちゃ頑張って見つけてきたのに全部破壊しやがった。本当にイラッとしたよ。ああ、やばいな、やばい傾向にあるぞこいつ。どんなに物を壊しても解決しないんだ。なんか闇が深くなってきた、ジェレミーの。お、レシピをもらったけど、ごめんなさい、ちょっといっぱいで受け取れなかったのかな。いっぱいで受け取れなかったから、ちょっとキットさんに売っちゃいましょう。ここら辺全部ダメ、貝殻は全部ダメと。どれだっけ。あ、これだね。シンプルな歯車クラフトレシピ。歯車ってなんだろう。異物の歯100個も使うんだけどなんかちょっとすごい文句が多くなってきたんだけど、なんかここに来て
材料の量が半端ない。どれだろう、歯車。異物の歯100個とかちょっと半端ない、半端ないですよね。クラフトレシピに役立つよ。シンプルな歯車か。これなんかモニュメントというか置くものじゃない、デコレーションとして置くものじゃなさそうですね。いつかなんかのクエストで作んなきゃいけない気がする。今12個しかないから、異物の歯100個使うんだ。いや厳しいな。よし、あと10個や。ここでちょっといろいろ燃やして、邪魔なものをちょっと貯蔵庫に入れちゃいましょう。ここら辺はいらない。卵もいらない。よし、整理完了。で、劇場の場所が分かんないんで、すいません、お待たせしました。劇場の場所が分からないんで、ヒント聞きましょう。あ、これか！これ劇場！マジかよ。ステージどこにあるの？これ劇場でしたよ。これ劇場か。いや、もう、てんてんてんって感じなんだけど。せめてステージが、せめてステージがあればな、もうちょっと分かりやすかったんだけど。劇場のあの観客席しかない、劇場の観客席しかないやつとかちょっとやめてほしいですね。いや、ちょっとゴミ一つしか手に入れてないじゃん、競争したのに。お、今日は結構気軽にウッドくれるな。蝶々の周辺は物が多いですね。はい、今日は何が売ってありますか。救急箱はね、持ってます。鉄の子。いや、職人としても、いや、これであれが作れたらいいですけどね。なんかこうインゴットを利用してなんか作れたらいいですけどね。スズラン、価値宝石もかけたくないな。古代の石のタブロット、タブレットか、いいですね。いや、でもいらないや。遺跡系は結構なかなか難しいというか、なんだろうね、結構馴染んじゃうから。このゲーム自体やっぱこうキャンプっていうコンセプトがあると思うんで、キャンプ用品をもっと中心に欲しいんですよね。よし、じゃあ今日はあと局長と郵便箱。あ、プランター届いてるよ。やった。ちょっとプランター昨日買ったやつなんで、町長から後で設置しましょう。自分が自分じゃなくなっていく。なんかみんなやばいな、みんな記憶やばいな。自分の失敗、あ、自分の失敗だけ。あ、フーバックの家族写真ね、ここで使うんだ。私の家族、私の妻と子供、みんな記憶がやばいな。まあ、お化けだから仕方ないか。どれだけこの島にいるのかわかんないですけど、がっつりみんな記憶喪失になってますね。あ、でも絶妙にやっぱ写真とかで思い出すんだ。お、来た。もう花系をもらえるのはちょっと嬉しいですね。お金はね、ちょっと後で適当に回収しましょう。拾うのめんどくさいんで。じゃあウッドを投げ込んじゃおう。あと8個になったな。で、ちょっと家の横に、家の横にこの鉢植えを置きたかったんで。おっと、思ったよりでかい。
思ってたよりめっちゃでかいぞ。ちょっと予想外だな。どうしようどうしよう。モッサよりでけえな。こっちにするかな。ここら辺にするか。あ、違う。あなたは違う。ここで回転。やっぱちょっと木の横に、やっぱ家の横に置きたいな。家をちょっと、もうちょっとこっちにずらして。ずれたのかな、これ。ここの横にドン。あ、そうですね、こんなイメージいいですね。家の周りがちょっと緑が増えました。でここら辺はここに設置しておきましょう。 花はちょっともうここに集中してボンボン置いてます。ちょっと回収がねめんどくさいんですけどね。あんまり近くに置きすぎると回収がめんどくさいから、本当はこうやってなんか横一列とかに並べちゃった方がいいのかもしれないです。回収がめんどくさいって厄介ですよね。木とかも、あの木とかゴールデンポーポーの木とかも、あの回収が厄介なんで近くに置いといた方がいいんですけどね。ふんふん、スープストックか。骨持ってこいと。あ、これは簡単だ。ああ、また骨持ってくるタイプか。あれ、なんかあるな、ここに。はい、木はいっぱい欲しいんで、ちょっと最近すかさず木を見つけたらすぐ掘り出してます。もう木が大量に欲しいですね。木というか枝。タープどこだろう。タープ。タープの四角、なんかの後ろ。なんかの後ろ。あ、これか。よしよし。これが解決したらあと一人ですね。またお金か。お金くれ、こいつがお金くれるのも珍しいな。いつも料理だったのに。何か作れるものもちょいちょい増えてきたんですけど、まあこれだけあっても結局何のために作るかよくわかんないんだよな。ファンシープリンとかはなんかいずれもらえそうですけどね。無理して作んなくても。料理に関してはちょっと何のために作るのかいまいちわかんないところがありますね。RV って何だろう。写真家だね。写真家だけどレンチ探してんの。お祭り用の風船のそば。お祭り用の風船のそばか。蝶々のとこですね。お祭り用の風船のそば、蝶々のとこで合ってるよね。お祭り風船のそば、あったあったあった。よし、これで今日は最後かな。しまったな、思ったより時間かかっちゃいましたね。今日はすいません、ちょっとライブ配信の不具合がちょっといろいろあって調整してる間に時間かかっちゃいましたね。お、
相変わらずエッセンス系くれますね。これもあった。違う。採集したいんです。まあいいや。こういうアージュンがどいて、毒でしょ、いずれ。で、キットさんのあたりを、めちゃくちゃ、ここら辺をね、結構色染めてってるんですけど、ここにも1個置いてるしな。めちゃめちゃ置いてんだよな。めちゃくちゃここら辺照明多くなってるな。ここにも1個立てるか。あんまりこう照明が最近あれなんですけど、あのお化け状態が続いてるあのクマが多いので、最近ね、あの色が島が全部色づくってことがほとんどないんですよ。だからどこに照明配置していいのかね、ちょっと分かんなくなっちゃってますね。なかなか難しい。後で調整すればいいか。まあ、調整するのもめんどくさいんですけどね。じゃあここら辺しまって、フレイミーのあれはくれなかったんでいいか。はい、今日もここら辺のクエストはちょっと解決できませんでした。ちょっとね、一日ちょいちょいあの何時間か置いて貝殻探してるんですけど、昨日とか一個もやっぱレア貝殻は手に入りませんでした。このクエストちょっと苦労するかもしれないんで、ちょっと貝殻はあのレア貝殻に関しては常に探してみてください。あとここの木をね、大量に集めなきゃいけないあのフランチェスカのクエストですね。これも結構大変で、あのカタギかな、こうカシギ、どっちかわかんないですけど、これあと50個手に入れなきゃいけない、44個手に入れなきゃいけないのは結構大変ですね。あの多分難期がたまったらできるだけあの上のカシギにこう切り替えていくっていうのを優先してやりたいなと思ってます。どっちにしろ全部今足りないんですけどね。そうだそうだ。で、それ以外にも簡単なクエストはこなしてきましたので、あと、ああなんかずれてるな。フレイミーのあれですね、13個だからあと8個、あと8個だから1回4日かかりそうですね、フレイミーのレベルを上げるにも。はい、今日ちょっと YouTube の、接続の問題で、時間かかってしまったのと、途切れ途切れの配信になってしまいまして申し訳ありませんでした。ライブ配信明日で最後の予定をしております。毎日5時グローブやるのは明日で最後の予定です。今日もライブ配信ご視聴いただきましてありがとうございました。また明日最後の配信でお会いしましょう。